では七子町という曲でございます。でこれはあの日本中にですね、世界 三大美人の一人と言われている小野小町の伝説というのがあのたくさんありまして、そのうちの7つの伝説を、まあ、歌い込んだ歌だということになっております。で、作曲したのは、京都でも活躍いたしました三崎玄暁という方で、その方が、お三味線の、手をつけて、でそこへ、三崎の師匠である八重崎玄暁が琴の手をつけたということで、その師匠と弟子との、ね、合作の作品であるということですけれども、まあ、あの歌詞の方、このプログラムの方に歌詞が載っておりますけれども、まあ、それをご覧いただきますと、ちょうど2行目の頭のところに総支払いも何しようと、いうふうに出てきます。そこで総支払い小町というのが分かりまして、最初は総支払い小町から歌われるんですね。でその後、その不覚さの少々がというのが、その桃よ通いが出てきますので、通い小町というのがそこで歌われまして、それから3行目に行きますと、日の本なれば天も攻めと、これはその、まあ、日照りがすごいということですから、雨乞い小町の伝説がここで歌われるんですね。でそれから、その次の行ですかね、の頭に、いおりえ心関寺のと、ここで関寺小町ですね、あの大阪の関の、ところにあるお寺を歌い込んでいるものですが、ですぐその後に、うちも外場もと、外はというふうに歌うかもしれませんが、その外場小町の伝説がそこへ惹かれます。で、まあ、あの外場小町というのは各々の方でも、まあ、大変あの知られているものではございますが、その絶世の美女と呼ばれたあの小野小町がですね、年老いてもう老婆になっているという状況で、でもまあその若い頃はもう誰しもが憧れる、まあ、そういうそのあの、ね、女性でしたの で、それでその、まあ、その昔を振り返ってでしょうかね、その自分自身というのもあのその若い頃があったというのを思い返して、引く手あまたの昔は小町というふうに歌います。でこれは、まあ、あのそのもう年老いた小町自身が自分自身のことやなんかも、まあそのね、昔 の、 その、まあ、活躍してた頃といいますか、まあ、それこそいろんな方にもうあの手を引かれるぐらい人気のあった、そういった状況やなんかも思い出している、まあ、その自分の心情を吐露しているような一節とも取れるんですけれども、そこがこの地唄の作品では歌の聞きどころとなっておりますので、そこはぜひともあのお聞き逃しのないように、していただきたいというふうに思います。でその後ですね、次の行に、古関も清き清水のと歌われまして、そこで清水小町というのが出てきまして、大日の誓い輝きてまで歌いますと間奏に入ります。手事の部分がそこへ演奏されますね。でその後もう一つ七つ目の小町伝説というのが歌われるんですが、最後は、大武小町の、伝説です。でこれも、実はまあそれも小町が、まあ、かなり年老いてからの話にはなるんですけれども、養生天皇ですね、帝から歌を賜ると、その憐れみの歌を賜りまして、その、歌和歌がそのまま歌詞に読み込まれております。後ろから2行目 の雲の上というところからですね、五七五七七になっていると思いますが、雲の上ありし昔に変わらねど見したまだれの打ち屋ゆかしきというふうに歌う歌を帝から賜ると。でそれに変化ね、お返しの歌を読まなきゃいけないんですが、その時にたった一文字だけ変えて、その内屋ゆかしきというところを内ぞゆかしきというふうに一字変えてオウム返しにして変化を送ったというのですね。で本当ならばその帝の歌を、まあ、ほとんどそのまま、まあ、パクっているというかね、そういうふうなことをするのは、まあ、よくないというか、まあね、恐れ多くてそんなことはやらないんだけれども、でも、まあ、その小町ほどの人は、まあ、その歌人としても有名な方ですので、その一文字を変えるだけでちゃんと返事になっているというところですね。でそれも、まあ、伝説として残っている有名なお話でございます。
それでは、七子町をお聞きいただきます。もThank you.
Thank you.